こんにちは。心理カウンセラーの高村です。今回は数年間うつ病できつい状態です。即効性のある方法を探しています。というご相談へのお答えです。長年辛い状態にいらっしゃいますと、どうしてもすぐに楽になるという方法に関心が向きます。一気に挽回したいわけですよね。でも実際はそういった方法というのは今のところ存在しないようです。と言いますのは、このうつ病というのはある種の生活習慣病のようなものです。体の生活習慣病でも一気に治る方法というのはないですよね。習慣を変えていくことで改善を図っていくという形になりますので、心の習慣というのはすなわち自分の考え方、感じ方の習慣になるわけです。例えば自分に対して厳しすぎる、将来に対して悲観的すぎるっていうふうに極端にネガティブになっていることが多いです。で、この逆の極端にポジティブになれば治るかっていうと、そうでもないんですね。結構この落とし穴にはまる方もいらっしゃいます。一気に良くなりそうな気がするんですけど、こういった講座なんかに行きますと、いわゆるの自己啓発なんかにも多いと思うんですが、これはその時はバーッと気分が上がります。ただその後にかえって調子が悪くなるということがとても多いですね。私の知る限り、そういう短期間のもので一気にブレイクして良くなったっていう話は聞いたことないです。その時は良かったけどもかえって落ちましたっていう話はよく聞いてます。コンディションがそこそこいい人でしたら、それについては私はよくわからないんですけども、少なくても長年うつ状態、うつ病という状態でバーンとブレイクしたっていう話は聞きません。よく体験談でそういうのもありますけども、それはまだその余韻が冷めない頃に書いたような体験談であって、その後半年1年と追跡調査をしたら、まずそれはないですね。やはりこういったものに近道はなくて、しっかり方針を定めて取り組んでいくっていうことが大切になります。必要に応じて医療機関ですとかカウンセリングを使って、でこれもただ受ければいいということではなくて、やはり良し悪し、腕の違いっていうものもありますから、その辺も含めてしっかり吟味して取り組んでいくということがおすすめになります。ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。